バイクルトレーラーの一例。幼児が最大二人乗車でき、安全用の旗をつけている、チャイルドトレーラーとトレーラーバイクをつけた三人乗りタンデム自転車サイクルトレーラー、またはバイシュクルトレーラー、バイクトレーラーとは、自転車の後方に連結し、荷物や子供を運搬する被験員車のことである。また、被験員車を連結した一連の自転車全体を言う、場合もある。競技には、 自転車による、牽員専用に製作された牽員車付きの自転車を、言う。車体の両側に2つの車輪があるものと、車体の後方に1輪があるものがある。子供を乗せるものは、チャイルドトレーラーや、キッズトレーラーと呼ばれる。自転車に、幼児用座席を設けるよりも、転倒リスクは、少ないとされており、地域によっては、1から2人の子供を乗せたトレーラーをよく見かける。また、 タンデム自転車の一種として、トレーラーバイクと呼ばれる、子供が乗って、ペダルで車輪を駆動するトレーラーも利用されている。講義には、他の車両を牽引する自転車を言う、リアカーを牽引する場合も、サイクルトレーラーとなる。二輪、トレーラー一輪トレーラー自転車と同じ交換をフレームとして用い、子供用自転車と同等サイズの小型車輪を配置したものが多い。大きさ、重さ、 デザイン面において、いわゆるリアカーとは面向きをことにするものが多い。接続方法も、リアカーは後部、キャリーやサドルのバーに接続することが多いのに対し、サイクルトレーラーは後輪ハブに取り付けることが多い。稀にサイドカーのように自転車の横に取り付けるものもある。二輪のものは主に自転車の五輪軸左側に連結装置を取り付け、 そこに回転可能な継手を接続し、自転車の点灯時にもトレーラーへの影響が少ない構造になっている。荷台は車輪の間で重量の8から9割程度がトレーラーにかかる。積載性能では勝っている。切り離し時には三輪。ヨーロッパブランドの他中国や台湾ブランドも数多くあるが、ヨーロッパのブランドを含め製品供給のほとんどが 中国や台湾の製造業者から行われている。一輪のものは主に自転車の荷台かサドルポストに連結装置を取り付ける。上下運動を受け持つ部分はハブ付近にあり、左右曲がりを受け持つ部分は自転車後輪後方にある。この一体的な構造で、転倒時には一緒に転倒するため、トレーラーバイクを除いて人員を乗せるものは見当たらない。 荷台は自転車の後輪とトレーラー車輪の間で、重量の5割から6割がトレーラーにかかる。車輪両側に振り分ける荷台になっているもの、サスペンションを備えたものもある。軽車両に基づく規制は以下の通りである。ただし、サイクルトレーラーというだけでは、どの種別に該当するかが曖昧であるため法令上の扱いは一位に定まらない。さらに、車両法における定義も厳密ではない。 軽車両及び自転車に基づく規制は以下の通りである。自動車やオートバイでのトレーラーに関しては、ライトトレーラー、オートバイ用トレーラーを参照のこと。道路運送車両の保安基準第70条、AB 道路運送車両の保安基準第70条から第72条まで、道路交通法第2条、内閣府、2019107閲覧。 道路交通法第17条。内閣府。2019万1 0 7 AB 堅牢な連結装置によりリアカー1台を、牽引する場合のみ、この制限解除となる軽車両と同等となる前、消灯は不要以上。東京都道路交通志向最速。東京都道路交通志向最速では、2台面積が1.65平米を超えるものを、大車という積載寸法。 方法制限については最速を参照。ありがとうございます。